皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日もウィンナースタジオからお送りしています。今日2016年7月の4日月曜日、今日のスーファの言葉は、周りを見渡す余裕が大切。周りを見渡す余裕が大切。今日の BGM は大量。金子みすずの朝焼け小焼けだ大量だ、一の中から大量をお送りしています。この大量という詩、浜は祭りのようだけど、私にとっては一番最初のみすずさんとの出会いの詩です。癒しの弔いするだろう。この詩を私が知ったのは、若田光一さんがノルエンデバーの打ち上げに行った時です。アメリカの NASA で、この詩を矢崎節夫さんからお聞きしました。その時には、宇宙物理学者の佐治春夫先生もご一緒でした。佐治春夫先生に、西村さん、ロケットが宇宙に飛び立つ時の音を生で聞いたことがありますかって言われたので、生ではないけども放送でよくニュースなんかで聞いたことあります、ゴーという音ですよねって言ったんですが、いえ全然違いますと。生でその音を聞きに行きませんかというふうに誘われたのが、きっかけで、宇宙開発事業団の20人ぐらいのツアーでしたけれども、それにご一緒をしました。その時の中のお一人に児童文学者の矢崎節夫さんがいらっしゃったわけです。そして矢崎節夫さんとお話をしているうちにですね、童謡というのはおじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、子どもたちの3世代が心を共有できる一つであるということで、童謡の素晴らしさを教えていただいた。その時にですね、金子みすずさんの大量という詩を教えていただきました。その詩を聞いた瞬間、涙が止めどもなくこぼれて、こぼれて仕方がなかった。こんなに分かりやすい言葉で人を魂までも感動させる力がある、こんな詩を書く人はどんな人なんだろうということで、みすずさんを一生懸命勉強しました。そうすると山口県の長門市の仙崎というところで生まれ育って、この512編の詩を残したと。ということ、そしてその私は音楽家、作曲家ですから、作曲家として彼女のみすずさんの詩512編すべてに曲を書いてみたいという、そういう気持ちになって、高知県の安芸市畑山小中学校の跡を、7800万ほど県と市とが、国がお金を出してですね、改装してくださって、そこで約7年近くで512編の曲を完成させました。その中の一部を、皆さんにお送りしているわけですけれども、今日は大量をお送りいたしました。それでは皆さんにとって今日一日が素晴らしい日でありますように。